こんにちは。朝5時半です。昨日はやはり真夏日になりました。今朝19度もあります。早朝から風が強いので少し涼しく感じます。シラーペルビアナ、綺麗に咲いてきましたね。ここのは花がとても大きいです。紫仙台萩の葉っぱは食べてしまいたいような綺麗なグリーンですね。ジャーマンアイリス、エコーデフランスです。たくさん咲いてきました。ジャーマンアイリス、レモンイエローです。風が強くて花びらが傷んでしまいそうです。バプテシア、カロライナムーンライト、たくさん咲いてるんですがちょっと肥料足りなかったかもしれませんね。ジニタリス、後ろの方がルピナスです。ルピナスはピークを過ぎて、これからはジニタリスがこのコーナーの主役になるかもしれません。このアプリコット色、なんか地味ですけど可愛いですね。アリウムパープルカイラは大型の花なんですが、何年か植えっぱなしにできるみたいです。ジャーマンアイリス、レアトリート、だいぶ咲いてますね。ダッチアイリスはそろそろ終わりかけです。10時です。秋の雲みたいな空ですね。ジニタリスをアップで見てみたいと思います。風が吹いてますね。タイプが違いますね。イキシア、マキュラータイエローが咲きました。シラーペルビアナホワイト、そして普通のシラーペルビアナですね。ガルビネア、マジェスティックライトピンク、たくさん咲いています。今の時期のガルビネアは花が長持ちします。シラーペルビアナ、大株のものを横から見ています。てっぺんまで咲いてきましたね。ダッチアイリスにコアオハナムグリがいました。風で飛ばされないように必死で捕まっています。シャクヤク、泉の光です。これはまだつぼみがたくさんあります。レッドチャームも綺麗です。シャクヤクとボタンの違い、いろいろあるんですが、このようにつぼみがまん丸だということを覚えていると区別しやすいかもしれません。シャクヤク、ソルベットです。一番の違いはシャクヤクは草で、ボタンは木ということだと思います。これもシャクヤクのコーラルチャームです。葉っぱとか花だけ見ていると区別がつきづらいですよね。最後のボタンの花、実月錦です。今年は咲くのも遅れて花つきも今までで最悪ですね。チャイニーズホーリー、風でだいぶ揺れています。ジャーマンアイリス、イーデスウルフォード、ピンクのはビバリーシルズ、白はウェディングドレスです。姫うつぎ、まだ頑張って咲いてましたね。桃色オーデマリ、メリーミルトン、白くなりました。スモークツリー、グレース、すごく揺れています。クレマチス、カロラインに小さな蜂がいましたが、これも風で吹き飛ばされそうです。株分けしたら白花しか咲かない限定霜付けです。もうすぐ花が咲きます。巨大ホスタ、エンプレス、これは水が足りません。風もちょっとかわいそうですね。ユーフォルビア、ウルフェニー、風に揺れています。だいぶ長持ちしています。丸尾です。庭が緑色になってきました。母ちゃんは強風で外に出られないと嘆いています。丸尾はのんびり寝ています。今日はこの辺で、バイバイにゃん。